上保安庁巡視船夏井。どうも、いわきの妹こと小名浜一人暮らしです。私は福島県いわき市に暮らす人よりちょっとお船が大好きな普通の女の子。さて、今日も私はここ小名浜港をうろちょろうろちょろ、なんか良いことないかな、なんか楽しいことないかな。それでは今日もやってまいりましょう。キャウィ号。海上保安庁の巡視船夏井は、日本の海上安全維持活動において重要な役割を果たしている船舶です。その機能や役割、特徴について以下に詳しく述べてみましょう。夏井は、海上保安庁が運用する巡視船の一つであり、その名前は、夏を意味しています。この名前は、海や領海を守る上での一層の安全と平和を象徴しています。夏井の主な任務は、日本の領海や排他的経済水域における警備活動です。これには、不法な漁業や海洋資源の乱獲、密輸などの取り締まりが含まれます。また、災害時や緊急時においても、夏井は迅速な対応と救助活動を行うことが求められます。夏井の特徴的な装備や機能には、以下のようなものがあります。1. レーダーやソナーなどの先進的なセンサー。これらのセンサーによって、船舶の位置や周囲の静止位置、他の船舶の動きを監視し、異常な動きや不審な船舶を検出することが可能です。2. ヘリコプター甲板。一部の巡視船にはヘリコプターの運用が可能な甲板が備わっており、遠隔地からの監視や捜索救助活動をサポートします。3. 水上の取り締まり。不法漁業や密輸などの違法行為を防ぐため、巡視船は水上での取り締まり活動を行います。必要に応じて違法な船舶の拿捕や警告射撃を行うことがあります。4. 環境保護活動。海洋環境の保護も重要な任務の一つであり、海上での廃棄物の監視や清掃活動を行うことがあります。また、海洋生態系への影響を最小限に抑えるための取り組みも行われています。5. 救助活動。災害時や事故発生時には、夏井は被災者の救助や避難支援を行うため、迅速な行動が求められます。特に海難事故や漁船の救助などがその例です。夏井は、海上保安庁の他の巡視船と連携しながら、日本の海洋保安や領海警備に貢献しています。その高度な技術や装備、訓練された乗員たちの尽力によって、海上での安全と平和を守る重要な存在として、日々の任務を果たしています。いかがでしたでしょうか。今日も変わらず私はここ小名浜港をうろちょろうろちょろ、そこでお会いすることができたお船は海上保安庁の巡視船夏井でした。今日もお兄ちゃんからたくさんのメッセージが届いてるよ。紹介していくね。最初のお兄ちゃん、早丸さん。住んでるのは他県ですけど、毎週のように小名浜に釣りに行っています。会ったことあるかもです。あら、毎週他県から来てるんだ。遠くからご苦労様です。次の方、シュさん。この船は重かったから疲れた。あ、なに、シュさん、タグボートの気持ちになってるのかな。最後、ムーンさん、おはようございます。もし横須賀に行くことがあれば、ミカさん見学に行きたいです。ぜひぜひ見に行ってください。すっごい大きさだったよ。今日も最後まで見てくれたあなたが、あ、だいだい、あ、だいだい、あ、だー好き。また次回もお楽しみにね。また見てよね。約束だよ。あっばー、いっぱい。
あなたも第二の小名浜一人暮らしになりませんか？私のこのチャンネルは、元はね、いわきを 120% 楽しみたいってところからスタートしたんだけども、だんだん私、お船のことが大好きになっちゃって、小名浜港だけでは物足りなくなってきちゃったの。だってここ日本は島国でしょ？海に囲まれてるってことでしょ？まだまだ私の見たことのないお船がいっぱいあるってことを想像するとうずうずが止まらないんだ。そこで画面の向こうのお船が大好きなお友達、あなたが暮らす町にはどんなお船が到着してるかな？そのお船のこと、もっと多くの人に伝えてみない？というわけで、あなたの町に来ている大好きなお船の動画をお待ちしております。もしかしたら、あなたの撮った動画が YouTube の作品になるかもよ。次の小名浜一人暮らしは、あなただ。詳しくは概要欄の LINE アットに連絡してね。連絡待ってるよ。小名浜一人暮らしファースト写真集メルカリにて販売中。詳しくは概要欄のリンクから飛んできてね。ねえねえお兄ちゃん、ついに私のチャンネルはメンバーシップを開設したよ。メンバーシップの種類は3つ。1つ目はメヒカリコース。こちらは絵文字が使えるよ。続いて2つ目はサンマコース。コメントの優先返信をするよ。そして3つ目はカツオコース。限定動画を見られるよ。メンバーシップで得られる収益はすべて小名浜夢貯金に積み立てられます。それじゃお兄ちゃん、私と一緒に夢を叶えちゃおう。お兄ちゃんのご参加を心からお待ちしております。受付は概要欄で。いわきから世界へ。どうも、小名浜一人暮らしこと小名浜の夢貯金。いつも私の動画を見てくれているお兄ちゃんたち、今日も私の動画を見てくれてどうもありがとう。お兄ちゃんたちの応援のおかげで私のチャンネルは見事 YouTube の収益化に成功したの。本当に本当にありがとう。さてさて、このチャンネルで収益して得られるお金は全部私のポケットマネーになるの？No! 私にはどうしてもやり遂げたい夢があるの。それはね、海外で暮らしてみたいって夢なの。何？そんなの無理？バカみたいな夢だって、そんなのできっこないよって。でもちょっと振り返ってみてごらん。ちょうど1年前、私が YouTube を始めた時、誰も私が YouTube の収益化に成功するなんて思わなかったよね。それと同じように、私はこのバカみたいな夢を
本気で叶えてみたいの。いや、絶対に叶えるの。それじゃあ、そんな夢を叶えるために何が必要かって？それはね、そう、マネー。マネーでございます。海外一人暮らしに挑戦するにはざっくり15万円貯める必要があるんだ。そこで今後の私たちの資金作りの作戦タイム。資金作りをする方法は大きく3つあるよ。まずは1つ目、 YouTube の収益化で得られるお金は毎月自動的に資金として積み立てていくよ。次に2つ目、このチャンネルのメンバーシップを開設するよ。こちらは今準備中なんだけども、メンバーシップ加入者の方々には限定動画を見られるようにしたいと思ってるんだ。開設準備ができたらまた改めてお知らせするから、ぜひお兄ちゃんたち入ってよね。そして最後の3つ目は、スーパースタンクス。これは一つ一つの私の動画に対して支援できる YouTube の仕組みなんだよね。以上の3つが私とお兄ちゃんが夢を叶えるためのご支援方法になるよ。その他、今まで通りペイペイやアマギフでも直接ご支援いただくことも大歓迎です。あなたなりのご支援の方法で一緒に夢を叶えちゃおう。それじゃあ、今後は動画の最後に私の貯金額を公開していくから、ぜひぜひ積極的に応援してほしいな。お兄ちゃんたち、私が貯金を使い込まないかしっかり見張っておいてよね。ここまで付き合ってくれたあなたが大好きです。それでは次の動画でお会いしましょう。私と一緒にいわきから世界へ飛び出そう。バイバイ。できれば東南アジア圏、具体的にはタイに行ってみたいな。え、なんでタイかって？それはね、物価がリーズナブルなところと日本では見られない食材や文化、人との交流をして生きてみたいの。もちろんタイでの暮らしも YouTube からお届けするわ。これを聞いてなんだかワクワクしてこない？そこでみんなにお願い、一度タイへ視察旅行してみたいんだ。じゃあ具体的にいくら必要か軽く計算してみると、ざっくり約15万円貯める必要があるんだ。今のところ私の貯金は5000円。というわけで、あなたの力を少しでいいから私に分けてくれないかしら。ご支援はダイレクトメールもしくはペイペイでお願いします。詳しくは概要欄で。